ヘキちゃんです。トラちゃんです。2人合わせてヘキちゃんトラちゃんということで、今日はですね、はい、大食い対決です。よっしゃ。僕らまあ2人で結構食ってるじゃん最近。はいはい、まあまあ結構ありますね。で結構費用は増えるじゃん、はい、俺最近ちょっとネクステで大食い企画やってて、まあ、ネクステの中で食える方みたいな。この前さ、氷のさ大食いちょっと1年前ぐらいやったじゃん。やりましたね。あれ2人でやって食い切れなかったじゃん。ちょっとここ大食いメニューがあるラーメン屋さんなので、はい、ここで今日は特別にですね、大食いのゲストの方をお呼びして、はい、その方 VS 俺ら2人で。いや勝てないですと思うじゃん、はい、俺の成長舐めたらない。でもなんかこう、なんか丸まってますね。丸ま、俺もう本当に大食いする用の体になってきて、はい、デブになってきます。デブっていうの。逆にお前ガリすぎるんだ。食ってないですよ。食ってないよ、その食ってないもう笑えない。食ってないむしろ食え。お前は食え。チャレンジャー方お呼びしましょう。はい、ラスカルさんです。お願いしま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 す。怖い人来た。結構同級生。こう聞いてみたら大人になったガードマンみたいな。いやでもね、ラスカルさんは大食いチャンネルで、はい、キーのですね、そうっすわ、はい、よろしくお願いします。いや怖いね。鉄砲玉じゃないですか。そっち系っすよ。この前さっき今話したよ、ラスカルさん挑戦してるんですね。そうですね、僕も挑戦してて。完食は、まあ、完食はもちろん。もちろん、もちろん、はい。タイムは確か16だから違うっすね。 YouTuber のね、昨日入った大食いってダメなんですよ。もうそれじゃ終わってんすよ。でも俺らね、久々にやるじゃん。で俺のこの丸々太った大食いボディと企業の限界を解放すれば、はい、勝てるんじゃないかなって。いけます、いけます。本気持ってるよ。引いてます。僕もさっき表裏で16分聞いてから今日無理だなと思って。表裏16分は俺もう無理だと思って。まず食えですもん。食えで。いや表裏は結構きつかったですよね。まあでもやっぱりさすがにちょっときついはきついですけど、まあまだいけるなと思って。まだまだなんかブラックホールからね。キャベツラーメン馴染みさん、まあ、そもそも大食いメニューなんですけど、それをクリアした人しか頼めない2を、まあ、よりレベル1ランク上のやつをスキップする、特別にちょっとやらせてくれるということで。量的には何キログラムだろうこれ。3キログラムじゃん。3キロ。まあ、ラスカルさん見た感じだといけそうですね。まあ余裕かな。意地を見せました、ね、いやそうよ、もしかしたら足がくぶるかもしれない。言ってて口だけで、口だけかもしんない。あまたやってやろうぜ、やってやろうぜ。元気ですよね、俺ら。あ、もう後輩なんて気づかないでます。ね、怖い怖い怖い。優しい顔が怖い。大食い久しくないでしょ。やってないですね。ビデオ大食いブラックあるんですか。さっきあの冷やしラーメンだろ。なんでさっき食べたの。スーパーラーメン2を2つです。はい、お味の方は。お味選べるんですね。はい、こちらの12種類の中から。12種類。一番いいのは豚骨醤油ですか。そうですね、豚骨醤油がおすすめですね。豚骨醤油って俺、適切するんだよな。わかる、はい、うまいけどね。なんか重たいですよね。塩でいっちゃうかな。塩であっさりした方が絶対いい、うん、エビ塩とかもある。エビ塩にしようか。エビ塩、ラスカさん、あの、はい、濃厚エビ豚骨醤油があります。ありますよ。ラスカさん、ラスカさん、濃厚のエビ豚骨醤油があります。200円増しになっちゃいます。わかりました。じゃ濃厚豚骨醤油で。マジっすか。はい、僕は逃げないんで。ってことですね。まあ改めてルールなんですけど、はい、ここは塩は飲みきらなくないです。もうで制限時間は30分。はいはい。で、まあ、本来の一人で食べきんなくちゃいけないんですけども、今回特別に僕らは2人で1つの意味。こんなタオル似合うじゃないですか。今日お昼の現場終わりなんで。うわー、はい、お待たせいたしました。スーパーラーメンエビ塩。あ、エビ塩こちらですね。はい、すいません、失礼いたします。やべえよ、ごめんなさい。こちら濃厚豚骨醤油でございます。すげえ。こちらでよろしいでしょうか。はい、
このレンゲの大きさがさ確かにお玉だもん箸と見比べるとこんなんですからね確かに杯だもんねでもやっぱラスカルさん全然同時じゃなかったですね全然そうですねもういつも通りですいきますかいやー、はい、参りますよーいスタートよっしゃ勝つぞ勝つぞよっしゃ気持ちに負けたら終わりだからいやもう意味わかんない意味わかんない意味わかんないすげーめちゃめちゃうまそうなんですようまい、めっちゃうめえわエビ塩正解なのあっさりエビ塩はもうとっとめっちゃうまいですけど箸でとんのとはねやべえわテレランダミ食い方うまっあー、きれいめっちゃうまいです。体温の上がりが半端ないですよ人の限界の体温じゃないですかまだいけますよ、まだいけますなめないでくださいこっちは7年やってるんだよ7年大食いはやってるよでもやっぱ、大食いの人って食べ方綺麗って言うじゃないですかラスカルさんめっちゃ綺麗ですよ食う量すごい食ってんのよこっちも汗ダクダクっすかねそれが汚いんだよこっちも麺なくなりましたよさあ、ラストが残ってるかわかんないんで、はい、飲み干していいですか？完食がわからないね。汁はどうですか？全部。そんな。そんな。最初はグッジャケポイやっぱね、具材残って
いません。これってほら、全然残ってないでしょ。しっかり残ってます。下にワンタンも残ってない。あのね、途中からね、ワンタンお互い取らないんですよ。勝負終わってますよ。でもまだチャレンジの勝負終わってないんで。あ、そう、30分。残り時間は大体どれぐらいですか、今。あと18分です。18分も残って。俺らも食わないと。そうだね。僕はあのずっと見ててファンだったので現場 YouTuber として見せてほしいなと。いただきますか。汁飲んじゃおうか。飲んじゃいましょう。こんなうわこう多くない？すごいね。前の落としてきたんですけど。この中では違ってますね。あの、はい、使ったら、はい、シェアしてもらっても構わない。いやいやいや、そんなんもう申し訳ない、申し訳ないわ。そんなんもう本当コーンだけお願いします。コーンだけ言いますか。コーンだけ、すみません、コーンだけ取りにくいんで、ちょっとお皿ちょっと。あー、そうですね。こんだけいただいたんで残りないじゃない。ないじゃないですか、もう完食です。じゃあ一個ずつ食べようか。こう、こうですね。すみませんでした。すみませんでした。本当大口さんです。すみませんでした。すみません。もう大口やらないです。吹けました。正直その具材だけですごい必要だと思うんですよ。そうですよね。あの僕の無茶ぶりのスープ。マジで。いやでも本当に。普通の人じゃできない量だと思うんで、たぶんすごいと思う。ちょっとあの弟子入りだけですけど、ラスカル一門ということで。ぜひぜひありがとうございます。じゃあ次あの僕コラボ曲チャレンジメニュー持ってきますんで。